はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、本日も引き続き、モンタンスポーツさんで撮影させていただいております。いつもありがとうございます。今回は、Z の限定グローブ、軟式のカラーグローブってやつね、を、紹介させていただこうと思います。じゃあね、今回は2つ。まあ、どっちも同じ系統のカラーというか、同じカラーなんですけど、モデルが違うので、ちょっと紹介していこうと思います。はい、まず、これです。はい。はい、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 はい。Z さん、また出しちゃいましたよ、限定グローブ。源田選手型です。カラーリングが本体カラーがグレーと、これが片押しブラック、片押しブラックで、ウェブとかにブルーですね。で、切りはみのヘリ側が青、レースが白、ステッチがサックス。一応3色、本体は3色プラスレースでちょっと色違うかなといったような感じです。でなんせね、こんだけね染色してて、この革の張りですよ。ちょっとボキューム見てください。えげつないっす。はい。この Z さんは、の、現代モデルに関しては、まあ、プロステータスか。糸の、ラベルの方の、プロステータスです。プロステータスに関してはね、ダメなグローブってないと思ってるから、全部いい。本当に。どのグローブ触っても最高って感じがします。で、やっぱり、ここのね、片押しですね。なんか爪で引っかいた、モンスターみたいな感じの片押しがされています。これも革なのかな？なんか素材ちょっと違うような感じもするけど、ああでも天然比較って書いてあるから、ここも革ですね。なんかほら、横に切り込みとかも、わーって入ってるレースです。で、薬指のところにこれ、刺繍が入っています。まあここもね、背面刺繍最近流行ってますけど、まあ Z って金で入ってるんで、かなり目立つんで、これもこれでかっこいいなと思います。で、まあもう、源田選手モデルに関してはね、翔平 TV でも何回も取り上げているので、一応、型の特徴と言いますと、Z さんの中では、浅く広く大きく、っていったようなのが、まあ、Z さんの中で言われている源田選手モデルです。まあ、源田選手がね、元ソフトボールやってたからっていうのも含めて、ポケット自体はやっぱね、広い、モデルを使っています。ただ、深く浅くだともうできるかなっていう、正直言うと。源田選手自体がすごいこっちの方で撮ってるっていうのは、まあ、この源田選手モデルでもすごい見てわかるんですけど、全然ウェブ下でに関してだったらかなり深いポケットが作れるのかなと。あとここの窓がね、源田選手モデルって言ったら本当に特徴のうちの一つ、広いかなっていうのがあるので、ここのストレスは本当にないです。しっかりと掴んだ時のここに当たる面積が少ないの で、それに関してはリラックスして使えるグローブっていったような感じです。でこれに関しては多分小指2本型じゃないよね。小指2本型のやつだとここに指股がなくて、ここに背面紐通しになってるんですけど、これはまあ背面紐通しでもないし指股もあるんで、普通の通常の5本指、仕様のグローブとなっています。はい、じゃあまず1個目がこれです。はい、じゃあ2個目いきましょう。はい、2個目のグローブカラーリングは一緒です。こちらです。はい、今度はまあ同じね、パリーグを代表するショート、源田選手と同い年、今宮選手型の、グローブとなっております。これはね、一応 Z さんの表記だと、源田選手と同じ大きさっていうことにはなってるんですけれども、まあ源田選手モデルよりかも、より深い、詰まってるような感じ。広くはないけど、より深くなってるような、感じのグローブです。サイズが同じとはいえ、本当に全然違う型なのが、まあ Z さんの同じサイズ表記。の中でもやっぱ違いが出てくる面白いところかなと思っています。で本当にカラーリングはまあ言ってる通り、ずっと言ってる通り一緒で、グレー系に青、片押しブラックで、レースはホワイトの設置が水色サックスですね。なので、まあ、ここに関しては、カラーリングは全く一緒となっております。で本当にさっきも言った通り、まあ、こちらのグローブもね、張りがすごいですよ。見てわかると思います。はい、ガチッといけるような感じですね。でまあまあカラーリングとかも一緒なので、特にそこら辺のかっこよさっていうところは特に言うことはないですけれども、やっぱ源田選手モデルと違って今宮選手モデルの特徴っていう点だけで言うと、この面はね、あの窓かっていうのはやっぱりちょっと小さめかなといったようなところです。極端に小さいかっていうわけでもないんで、別にはめた時にここが当たって擦れるとか痛いとかっていうのはなさそうな感じのグローブです。で単純にちょっと疑問持ってるんですけど、なんかね、今年のどっかの記事で今年から今宮選手が小ユニにしたとか、源田選手モデルの参考にしてっていうニュースが上がってて、まあ、シーズンそれでいくかどうかもわかんないですし、まあ、ここから多分キャンプでいろいろなグローブを使って自主トレとかキャンプとかで調整していくとは思うんですけど、どっかのニュースで確かそんなことが書いてあったような気がしたので、まあ、ちょっと注目ですよね、今年今宮選手モデルに関しては。多分7月とかに出る限定グローブがもしそのまま、今年小ユニをずっと全部押していくっていう風になれば、そっちの小ユニ型の今宮選手型っていうのも登場する可能性があるのかなといったようなところは、まあ、ちょっと今年の僕のグローブの注目ポイントかなと、プロ野球選手の、となっています。
最近プロ野球選手こういうに多いっすよね。めちゃくちゃ、うん、増えてる気がする。名前出しちゃいけないけど、あの人のあのメーカーのグローブがこういうにだったりとか、ソフトバンクの快速プレイヤーねとかのグローブもスラッガーのこういうにだったりとかっていうのがあるので、そういう点だとそうっすね、だんだん内野手でも増えてきてるので、6月7月注目ですね。続けてればの話ですけどね。で、はい、気になるお値段なんですけれども、こちらですね、税込みで35,200円となっています。で、確かね、こっちは以前紹介したことがある、多分去年の夏頃だったかなに紹介したグローブ、今宮選手モデルなんですけども、それに関しても同じ値段なので、単純にカラーリングが変わっただけって思ってもいいのかな。ここに直視が入ったのとカラーリングが変わったっていうような感じの、今回のねグローブに関しては、これが新しい限定で、これが去年の夏頃に出てた限定グローブで、まあでもね、ここのちょっとずつ、まあでもデザインも違うか、ちょっとずつ違うけど、はいはいはい、まあなんでね、こっち新しい限定の方ってグレー使ってて、まあ今年源田選手、去年からかなとかも、グレーのグローブ使ってたし、今年まあ何色使うのかちょっとまだ分かってはいないですけれども、まあ、そういったところで、各限定のカラーっていうのも、どん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  Z さん今年夏もこれの次のね出てくるかもしれないですし、もちろんこのグローブもね、まだ、まだまだバリバリに売られているので、そういったところでぜひこんだけ派手なグローブで今年挑みたいなって人は今が多分ちょうどお買い時だと思うので、ぜひぜひ気になった方はモータースポーツさんへ来てみてください。はい、ということで本日は、こちらの Z 限定グローブですね、源田選手モデル、今宮選手モデル、パリーグのね、超有名ショート2人の、グローブの方を紹介してきました。はい、あの限定グローブなので、早くなくなっちゃう可能性もあるので、ぜひぜひねモータースポーツさんお越しした際にはちょっと注目してみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あいしょー翔平TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜー。